アトラスはフォルクスワーゲン AG が製造・販売している自動車である。クロスブルーコンセプト2013年にコンセプトモデルであるクロスブルーコンセプトが発表され、2016年のロサンゼルスオートショーではアトラスとして発表された。アトラスはフォルクスワーゲンで初めての三列シート SUV であり、同グループの MQB プラットフォームで生産される最大の車両である。 米国のテネシー州チャタヌーガ工場では、米国とカナダ市場向けのモデルが生産されている。ロシア、アラビア半島、中華人民共和国及び、メキシコではテラモントの社名で販売されており、中国市場では、上海フォルクスワーゲンの霊波工場で生産されている。西ヨーロッパでの市場投入は計画されていない。クロスブルークーペフォルクスワーゲンは、 米国で活況を呈している SUV セグメントの売り上げを大幅に伸ばすためにコンパクトなティグアンよりも大きいがトゥアレグのトップクラスの SUV よりも安価な車両を必要としていたフォルクスワーゲングループの MQB プラットフォームを使用する最大の車両である直列4気筒または V6 エンジンを横向きに搭載する2013年1月クロスブルーの研究は デトロイトで開催された北米国際オートショーで発表された。車両には2.0リットルのティディエンジンとプラグインハイブリッドドライブが装備されている。同じ年、フォルクスワーゲンは上海モーターショーでハイブリッドドライブを搭載した SUV であるクロスブルイクップを発表した。2015年北米国際オートショー、今後のアトラスの別のビューだった。 クロスクーペ GTE のプレゼンテーションが続いた。この車両では3.6リットルの V6 ガソリンエンジンとプラグインハイブリッドドライブが組み合わされている。ハイメンズ、フォルクスワーゲンエジーの CEO であるマーティン・ウィンターコーンは2014年7月14日にボルフスブルクでの記者会見でチャタヌーガ工場のミッドサイズ SUV が第2モデルシリーズとして パサートを保管すると発表。そのために9億べきで米ドルが投資し、2000の新規雇用が生み出される。2016年10月27日に、アトラスの世界初披露を、カリフォルニアのサンタモニカピアで行われた。2016年11月18日、LA オートショーで、日本史デビューし、2016年12月14日、フォルクスワーゲンチャタヌーガ工場で量産を開始。 2017年1月8日、フォルクスワーゲンはデトロイトで開催される北米国際オートショーで r ラインアトラスを発表した。これは2017年中に発売される予定。2017年の春以来、米国のアトラスは市場に出回っており、米国ではアトラスは当初2018年モデルとして、 3.6リットルの排気量と206キロワットの VR6 ガソリンエンジンとキキバリアントのローンチエディション SE とセルそれぞれフロントと前輪駆動を備えた VR6 ガソリンエンジンでのみ提供されモデル範囲は発売版と前輪駆動を備えた33,500ドルで発売された2017年5月中旬以降アトラスは顧客に配られている 2017年秋以降、アトラスは米国でも2.0リットルエンジンを搭載しているが、標準装備品は S と全輪駆動のみで、基本価格は最初は3万500ドル。この新しい基本バージョン S は、フロント及び四輪駆動の両方を備えた VR6 エンジンでも使用できまた、2.0リットルエンジンを搭載した全輪駆動のみの装備バリエーション SE 及びセルでも、 注文可能。カナダでは、アトラスは2017年1月20から29日に、モントリオールオートショーでデビューした。2017年初夏からカナダで市場に出回っている。2.0リッター4気筒ガソリンエンジンと、前輪駆動のほか、3.6リッター VR6、ガソリンエンジンとトレンドライン、コンフォートライン、ハイライン、エクセクライン構成の前輪駆動を備え、ハイラインと、 エクセクラインは VR6 エンジンとのみ、組み合わせ可能。2018年10月は10万台目をアトラスが、生産。アトラス、クロススポーツ、アトラスタノック、アトラスベースキャンプコンセプトアトラスタノアク、アトラスベースキャンプコンセプト2018年3月28日から4月8日まで、開催される、ニューヨーク国際自動車ショーで、フォルクスワーゲン AG はアトラスに基づく2つの、 車両研究を発表した。クーペスタイルの屋根と後部を備えた5人乗りのアトラスクロススポーツとアトラスタノク、アトラスタノク、ダブルキャビン付きの5人乗りのピックアップ。アトラスのような両方の車両は、モジュラートランスバースツールボックスに基づいており、3.6リットルの6気筒エンジンと4輪駆動、ハイブリッド駆動のアトラスクロススポーツを搭載している。 アトラスクロススポーツの生産バージョンは、チャタヌーガ工場で7人乗りアトラスと共に生産される予定。長さ 5438mm のアトラス、タノックは、米国太平洋岸、リシカーペスデンセフロレスで発生する種にちなんで命名され、英語ではタノックと呼ばれている。2019年1月、アトラスタノックはシリーズに移行しないと発表されたが、 フォルクスワーゲンとフォードの協力により、フォルクスワーゲンはシリーズのアマロックの後継として、フォードベースのピックアップを新たに持ち込みたいと考えている。2019年春、アトラスベースキャンプコンセプトの研究がニューヨーク国際オートショーで発表され、38mm の高さのサスペンションや様々なオフロードアクセサリーを含む量産車と比較された。 アトラスクロススポーツの量産バージョンは2019年10月にフォルクスワーゲンを発表。半年前に中国で発表されたテラモント X とほとんど同じテレモントテラモントは2016年11月18日から広州で行われている第14回国際モーターショーで2016年11月30日に初披露。 そして2016年11月30日、ネーハ工場で中国市場向けの連続生産が開始された。2017年11月、テラモントは中東最大の展示会であるドバイ国際モーターショーでアラブ首長国連邦のプレミアを行う。また、アラブ首長国連邦、バーレーン、カタール、クウェート、オマーン、サウジアラビアのアラビア半島でも提供されている。 テレモント・フォーザ・ミドル・イーストは、チャタヌーガ工場で生産され、四輪駆動を標準装備している。ロシアでは、2018年以降、ターモントとして、162KWR4 から2.0リッター TSI エンジンと、VR6 から3.6リッター、フシーエンジンを搭載した、トリム、オリジン、リスペクト、ステータス、およびエクスクルーシブバージョンが提供されている。 2 0 6キロワットのエンジン、常に四輪駆動。ロシア初披露は2018年8月にモスクワで開催されるミムズで行われた。メキシコではテラモントとしてモデルの2019年以来の車が市場に出ている。トレンドラインとして R4 から 2.0L TSI エンジン、カンフォートライン、カンフォートラインプラス、ハイライン機器バージョンで、 VR6 から3 6リッター富士エンジンを搭載しており、常に発足オートマチックトランスミッションと7つの座席を備えている。テラモント10テラモントホルクスワーゲンは2019年4月中旬に、上海の自動車市場で、中国の上海ホルクスワーゲンから2019年5月30日に発売された、ファストバックのスタイルのテラモントの5人乗り型のテラモント X を発表。 アトラスとテラモントのモデルから合計で生産された車は4つのドアと大きなテールゲートを備えたボディバージョンでのみ利用可能。4つまたは6つのシリンダーで横に取り付けられた全部エンジンによって動かされ VR6 ガソリンエンジンに加えて TFSI2.0 リットル4気筒エンジンも利用可能。ロシアではまだ加算であるディーゼルエンジン利用できるようになる。 標準の愛心自動変速機がアトラスに標準装備されており、デュアルクラッチトランスミッションを備えているのはテラモントだけである。2017年夏、ハイウェイ安全保険協会はヘッドランプとチャイルドシートアタッチメントの使いやすさを除いてアトラストップセーフティーピックを命名。最高の評価。アメリカ最大の自動車ウェブサイトの一つであるカーズ .com は 2018年1月にアトラスをベストオブ2018にノミネートした。アメリカの子供の発達に関する人気の科学雑誌スペアレンツとアメリカの自動車ウェブサイトエドモンズ .com インクは2018年6月にベスト3列 SUV の一つとしてアトラスが受賞モーターウィークアメ車のテレビシリーズは最高の大型ユーティリティのカテゴリーのモーターウィークのドライバーズチョイス賞に アトラス2019を選出。アトラスはギリシア神話に登場する神、アトラースに由来する。中東地域、中国、ロシアではテラモントの名で販売されている。ありがとうございます。